モードチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日は東京店より車両紹介の動画をお届けします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回ご紹介する車がこちらのマクラーレン、はい、コーナーマレース、はいはい、初スーパーカーですよ僕。そうですか、はいはい、そしたらちょっと土方さん、まずちょっとマクラーレン、まあ、僕スーパーカー初めてなんで、ちょっとマクラーレンっていうとこから紹介してもらってもいいですか、はいはい、またちょっと僕が教えてもらうっていう形になるんですけど。あ、そうですね、はいはいはい、マクラーレン最近すごく多いですよね、はい、多いですね、はいはい、フェラーリ、ランボルギーニ、まあ、はい、日本のスーパーカーでは定番ですけど、はい、後発メーカーとしてマクラーレンは以前から注目されてました、はい、で最近だってモデルレンジも増えてきてるので、はい、そうです、本当に増えましたよね。そうです、そうです。で乗るととてもいい車なんですよ、はい、で皆さんそれをなんとなく分かってきていただいてて、はい、最近都内でもよく見かけたり。そうですよね、はい、まあ、ボンドグループは意外とマクラーレンが好きだったりするんで、はいはい、さらにカスタマイズとか。そうですね、ベースにはもう最高、まさにこちらの車、もう旬だと思いますね、はいはい、で、はい、まあ、マクラーレンというとなかなかおなじみの車ではないので、はい、まあ、簡単に言ってしまうと、はい、3つの、はい、ざっくりした、カテゴリーがあります、はい。で今回ご紹介する 570S、はい、これはスポーツというカテゴリーですね、はい、でこのスポーツは、まあ、分かりやすく言うと入門編って言ったらおかしいんですけど、超畜梅で言うと、まあ、まあ、梅、そうですね、まあ、そういうカテゴリーはでもではないんですけど、まあ、価格帯と性能で言うと一番こうちょっとベーシック、はい、ベーシックなところ、いい、はい、なんていうんですかね、はい、入りやすい、はい、踏み込みやすいっていう感じの、はい、カテゴリーですかね、はい、でこの中には、570、この車の 570S、はい、570GT、はい、あと 540C、はい、というものが あります、はい、でそのもう一つ上に、はい、スーパー、スーパー、ちょっと後ろにちらっと見えてます、この650だったり、はい、675LT だったり、はい、720というちょっとスーパーな、はいはい、そのままですけど、はい、そんな車があります、スポーツ、スーパー、アルティメット、はい、まあ、皆さんご承知かと思いますけど、まあ、目にすることはないですけど、マクラーレンセナとか、はい、P1 とか、はい、僕超えちゃってる、もう超えちゃってますね、はい、いわゆるハイパーカーに分類される車が、その通りですね、アルティメットですよね、はいはい、で車によってはもうナンバー付きっていうのを前提にしてません、はい、サーキットでレースに出るためという設定の車がある、はい、それがアルティメットシリーズという3つのカテゴリーというかグレードというか、はい、分けられております。まあ、ざっくりと言うとそんな感じですね。なるほど。で、まあ、元々皆さんがよく知っているのは、はい、まあ、マクラーレンで言うならば、はい、どうですか、マクラーレン あのメルセデスと あの共同作業で作られた SLR だったりとか、はい、あとは、まあ、昔ちょっと出ました3人乗りのマクラーレンだったりとか、はい、そんな車があって、はい、F1 ですよね。そうです、そうです、はいはい、その後に、まあ、一般的ベーシックになりつつあった MP4-12C、はい、まあ、650のベースとなる車が、後ろが似てますよね。そうなんです、はいはい、それが625馬力で出されて、そのマイナーチェンジと言っていいんですかね、はい、さらに進化したモデルが 650S、はい、まあ、グレード名でも出てますが625馬力の MP4-12C から25馬力アップの650馬力になったということで、それをさらにどんどんあのパーツ、はい、パワーも値段も高くなってくるっていう、はい、進化していったのが、そうです、はい、今週です、そうです、っていうのでこちらが高くなりすぎるっていうのがあってスポーツ、あー、なるほど、っていうのも出たんじゃないかなとなんとなくは私は捉えてます、はい、で 540C というベーシックなものもありますし、はい、まあ、その上で570、さらに馬力がアップしているのが今回のこちらの570ですね、はい、はい、そのまま570馬力の V8 3.8 ですね、はい、のエンジンを積んでますと。なるほど、はい、はい、まあ、でも最ももしかすると乗りやすいかもしれないですね、いろんな意味で。あ、そうなんですか、はい、ちょっとその辺の細かいその操作の仕方とか、はいはい、どこがどうなってるかを詳しく教えてもらえば分かりましたと思います。はい、そしたら外観からちょっと見させてもらっていいですか。はい、そうですね、はい、はい、で今回こちらのお車は、はい、オートサロンに合わせて、そうです、うちの方で、まあ、ベース車両を購入して、はい、カスタマイズした車、その通りですね、はい、はい、なんで、まあ、ざっくり言ってしまうと、はい、エアロパーツ、はい、タイヤホイール、はい、そうですね、あとはその辺、はいはい、ダウンサス、はい、っていうので車高も下げてあります、ね、車高も下げてあります、はい、まずそのエアロパーツなんですけど、はい、これは僕の方が得意なので僕説明しましょうか。じゃあぜひ、はい、オートサロン あの車両紹介ちょっとお話しさせてもらったんですけど、こちらはアメリカのエアロパーツメーカー、1016インダストリーズっていうところのエアロパーツが付いてます。これ 600LT にちょっ と, こうちょっと雰囲気ありますよね。雰囲気が似たエアロになります、はいはい、こちらの下の部分が、3ピース構造でエアロパーツ、うん、そのパーツになってます、はい、
であとサイドも、こちらも1016インダストリーズのものがついてます。特にこのフィンの形状なんかは本当に 600LT を、なんかインスパイアしたような、はい、そんなデザインですね。であと後ろに関してはこちらも、1016インダストリーズの、リアディフューザーがついてます。これ全てドライカーボン製になってます、はい、なので非常に軽量で強度もある、そんなエアロパーツです。でホイールは、ロティフォームっていうホイールになります。こちらアメリカの単造ホイールになります。でこちらもちろんオーダーの単造ホイールになりますんで、すべてサイズだったりだとかフィニッシュだったりだとか、まあ、その好みに合わせて製作できるホイールなんですけれども、今回オートサロンに合わせて、ディスクはポリッシュドガンメタル、リムはポリッシュドブロンズで製作したホイールになります。でもちろんこの車に合わせてインセットだったりサイズも合わせて製作してますんで、ちょうど出面なんかもバッチリ合わせたホイールになります。で当然ショーに合わせて製作した車なんで、エアロパーツ、タイヤ、ホイール全部新品のものが装着されています。ローダウンはリフターでおなじみのロベルタさんのダウンスプリングがついています。アフターパーツに関してはこんな感じで、はいはい、僕がご紹介させていただきました、はい、あと外装をじゃあ改めて土方さんの方から紹介してもらってもいいですか。外装これ LED ヘッドライトですよね。はい、LED ヘッドライトですね、はい。ちょっと特徴的なデザインです。はい、まあ、いかにもマクラーレンというか、はいはい、ザ・マクラーレン。ザ・マクラーレンの顔してます、ね、はいはい。僕本当に勉強する前全然見分けがつかなかったんですけど、はい、こっちの650と結構似てるんですけど、はい、やっぱり570はちょっと違うんですね。実は違いますね、はい。特にこの下にこうヘッドライトがシャッてなってるのが、はい、650の方がもう、うん、ちょうど本当に比べられていいですね。そうですね、はい、よくよく見ると、はい、650の方は全然厚みがないんで。あ、なるほど、はい、ヘッドライトの厚みがもっとなんかこう、そうですね、デザインはシャープなデザインなんですね。そうですね、似てますけど、はいはい、よくよく見ると全く形が違います、はい、あとは、はい、サイドのエアの取り込みの口ですね、はい、こちらとかあとドアの開閉、はい、ちょっと今一回ドア開けてみましょうか、はい。でこの辺見ていただくと分かるんですけど、ここですね。あー、なるほど。ドア形状なんかはかなりもう全く違いますね、はい、なるほど。なんかこれでもドアの形もすごいですよね、マクラーレン。すごいですよね、はい、うん、またフェラーリとかランボルギーニと違ったこの流線形、はい、そうですね、はい、デザインも当然そうなんですけど、はい、運転してみるとものすごく、はい、見切りがいいですね、分かりやすい。そうなんですか。そうなんですよ、はい。なので、初めてこういう形のミッドシップのスポーツカーに乗る方でも本当緊張することはないと思います。あ、そうなんですね。実際に乗ってもらって、はい、例えばマクラーレンとかフェラーリとかそういう車に乗ってるっていう緊張はあると思うんですけど、はい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 、車のこの形とか運転の仕方 に、はい、に対しての緊張っていうのは慣れてしまえばもう普通に乗れちゃいます。そうなんですね、はい、こうなんか外観からするとそんな感じとは思えないぐらいこうちょっと特徴的な、そう、ある意味奇抜じゃないですか、はいはい、顔つきも。特にこの人が乗る部分とこのドアの形状ですよね、はい、そうですね、このこれだって普通の車ってこうドアのこの窓のラインからちょうどこうボディがつながってるんですけど、はい、マクラーレンってこう一周なんかドアパネルとかボンネットとかトランクに囲われてるデザインじゃないですか、はい、そうですね、はい、それが意外に運転するとしやすいんですか。いや、すごく楽です。あ、なるほど、うん、でなんかこうさりげなくツートンなんですね。そうです、はい、なんか結果的にこの、はい、うちがオートサロンに出すそのこの商用の車ですけど、はい、そのホイールのカラーリングとか、はい、インテリアのカラーリングとか、はい、ものすごくマッチしてるなっていうのが、あ、これ偶然の産物なんですよ。でそれ、ね、それをボヨヨンっていうボヨヨンってね、交換音入れておきましょう。あ、そうですね、はいはい、これ実はボディから決まる前に、はい、ホイールを注文したっていう、結局オーダーのホイールなんで製作するのに、まあ、2ヶ月とか3ヶ月とかかかっちゃうんで、うん、まあ、車を決める前にホイールをオーダーして、決まった車がたまたまこのボディカラーで内装がオレンジっていう、うん、いやでも本当にまとまりいいですね。いや、すごくバランスいいと思います、はい、カーボンパーツと、はい、あと純正のこのグレーとシルバー、なかなかこのブロンズのリムがこう他のボディカラーだとまたちょっと違った印象になっちゃうかもしれないですけど、そうですね、これだとすごくパッケージとしてなんか溶け込んでるんでものすごくバランスいいと思います、うん、そうですね、はい。であと外装、後ろも見ていいですか。はい、後ろもこれもう完璧じゃないですか、この比較。そうですね、はい、600は前で見るより後ろで見るとこの、はい、違いが明らか。そうですね、うん、前僕結構似てんなと思ったんですけど後ろはもう全然、ね、はい、やっぱりこう先代のこう MP4 を、そうですね、はい、彷彿させるデザイン、はい、でもうこっちはもう次の世代、もう次世代のマクラーレン、そうですね、はい、っていう感じですね。この後ろの造形もすごいですね、はい、こうすごいですよね。
バンパーをこう外側が巻き込んでバンパーがあって、はい、そうですね。でこれウイングとかはこう出てきたりとかってしないんですね。しないです。570S は。はい。じゃあ日向さんちょっとエンジンフード開けてもらっていいですか。はい、わ、はい、かりました。あれっつって。可愛いですね、はい。ここだけは開くんですね。はい。エンジンオイルですね。はい、でエンジンオイルとこれがクーラントですかね。そうですね。はい。はい、は補充できるようになっております。すごい。はい。まあ整備性というかまあ、はい、気軽に触らないでもう本当に。そうですね、メンテナンスの時に任せてもらえば大丈夫ですよってことで、そうですね、はい、あの実際に、はい、じゃあ空いたから、はい、一般の方からそこで整備するのかっていうとまた別の話なので、そこは多分この車格というか、そうですね、はい、こういう車ですからね。そうです、はい、リアのウィンドウの形とかすごいですねこれ、うん、でルーフからこうつながっててでここもちゃんとこう何ていうんですかピタッと合わせるんじゃなくてそうなんこうかぶせる感じの、そういやこれ造形すごいっすね、マクラーレン改めて見ると、うん、まじまじと見るとおっすごいなってすごいっすね、他の車では見れないようなラインだったりとかフェラーリとかランボルギーニも結構すごい造形してますけどすごいす、ね、またそれと違う、うん、また違う、はい、異次元のものですね。なんかこうデザインの捉え方というか考え方が多分違うんでしょうね、おそらく、うん、なんかそんな気がします。いやすごいっすね、うん、PDC PDC、はい、パークセンサー前もついてたんですけど、やっぱりその辺もしっかりついてるんですね。はい、まあ、そうっすよね。まあ、言うてこう視界はそんなに、うん、まあ、前に関してはフロントガラスが大きかったりするかもしれないですけど、後ろの視界に関してはやっぱりこう少し、そうですね。はい、形状的に無理がありますよね。当然、はい、よく見るとは言えないのでお世辞にも。はい、なんでこの辺もしっかりついてる、はい。あとはバックカメラもついてますんで。あ、バックカメラもついてるんですよ。なるほど。まあ、その辺も安心ですね。これですね。はい、そうです。でテールもすごいですねこれ、うん、でもなんかフロントとなんかこうデザインの共通性が、はいはい、ある感じなんですね。あ、はい、ものすごくこう初歩的なことに今気がついちゃいました。はい、このヘッドライトとかこうテールのシュってこう、はい、マクラーレンのこのエンブレムのシュから来てるんですか。今僕それを言おうと思ってこっち来てって言うからこっちにもありましたね。はい、平川さん知ってました。うわーちょっと恥ずかしいですよそれ知らないの。なんかやっぱりこう象徴的なデザインなので、そういうことなんですね、はい、うわめちゃくちゃ恥ずかしい俺なんで、はい、なんか多分そういったことを意識したデザインされてるんだと思います。あ、そうなんですか。はい、あのマクラーレンの人に聞いたわけじゃないんで、うわ正確なことは分かりませんけど、なんとなくそんな感じ、はい、は、はい、見受けられますね。え、あとガソリンでこれどっから入れるんですか、マクラーレンって。僕入れたことないんですけど。変なこと聞くな。変なこと。あ、ここ意外に普通、蓋ないんですか。ないですよ。あ、そうなんですか。はい、フェラーリとかもみんな今こういう感じです。え、そうなの。あ、そうなの。はい、このままワンタッチで。あれ、土意外と素人なんですね。はい、はい、だって、階層とかで動かすことあるんですけどガソリン入れてきてとかってないか。あったとしても自分で開けないですもん、だって、はい、そうですね。あ、はい、そうなんですね、はい、意外にこの蓋は普通だけど中はやっぱりスーパーカー、はい、ね、はい、だと僕変わってるなと思ったのはこのインナーフェンダーちょっと外れてんじゃないのっていう。あ、そうですね。ここ、はいはい、これもこうダクトになってて、うん、ここに空気流すよね。流してますね。最近の車多いですよね。そうですね。なるほど。はい、このホイール側にこう空気をこう通したり。そうですね。あとは前から入ってクーリングのための風もきれいに、はい、あの整流して流すようにされてます、はいはいはい、考えられてますね。なるほど。はい、この辺はやっぱりマクラーレンね、ずっとレースをやってた。ここって、ね、あ、そっから来てるんですね。はい、いや絶対そうだと思いますね。まあ、このボディ の、 そのラインとかもまあちょっとそういうとこから来てるのかなって、うん、そうですね。だからドアミラーもすごく、はい、あの立ち上がりがこう、もうレーシングカーみたいですよね。そうなんですよ、高いんですけど、これ乗ってる時にものすごく見やすいです。なので意外とこのさっき言ったようにその視界が悪いとかその辺のストレスが、はい、あの軽減されるというんですかね、運転していると車に慣れてくるとすごく運転しやすいっていう、冷静に乗ると運転しやすい車ですね。すごくなんか奇抜なパッケージというかそのエクステリアだけど、うん、しっかりまとまってますね。はい、ちょっと一度、はい、この車のリフターがついてるので、はい、私エンジンかけて一回リフトアップしてみましょう。ああ、ぜひお願いします。ね、車高もやっぱりこう下げてあるし、エアロもこう結構大きいのがついてるんで、まあ、今の車高がどのくらいですかね。こう大人の人のルーが入るぐらいですかね。
わー上がってます。わすごい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 。あ、結構上がりましたね。結構上がりますね。はい、全然5センチぐらい上がってますかね。まあ、どこでも行けるとは言わないですけど。そうですね。でもこの程度上がってくれるとなんとなくちょっと段差とか、はいはい、使い勝手はかなり良くなる。そうですね。ガソリンスタンド入らなきゃいけないとか、はい、お買い物でちょっと歩道を越えるとかいうシチュエーションは多いと思いますので、これ純正の機能です。これ純正の機能です、はい、もうしっかりついて、はい、使えるようになってます。ちょっとトーカルエイもちょっと見てみたいと思います。土方さん、そのままお願いしていいですか。はい、はい、これが今スモールですか、デイライトですか。これこれスモールです。スモールですね。はい、あ、ここの上が2列というか、はい、で左右光るんですね。あー、なるほど。あ、でこれがヘッドライトオン。そうです。あー、なるほど、うん、でハイビームだとも上に、あ、ハイビーム内側がつくんですね。そうです、内側の LED が光ります。あー、なるほど。あ、でウインカーはこのスモールのところが色が変わって光る。なんかすごく独創的な、はい、他にない光り方しますね。そうですね。はあ、なんかでも、はい、デザインがデザインなんでうまくこう。そうですね、はい、いい感じですね。いや、すごい、こんな風に光るんですね、マクラーレン。そうなんですよ。でも意外になんかこのヘッドライト の, この締める面積に対してこう、うん、光る部分ってこうより少ないですね。そうですね。すごくなんかこうシャープな感じ、うん、特にヘッドライトをハイビームつけた時なんかもうシュッっていう。いや、ありがとうございます。ちょっとそのまま後ろも見ていいですか。後ろいいですよ。後ろ行きましょう。はい、後ろもっと気になるんですよね僕。あ、後ろはもうこのラインがこうシュッって光るだけなんですね。これブレーキですね。でブレーキ踏むとこのラインの上半分だけが明るく光る、うん、でハイマウントはこのガラスの上が光るって感じですね。でウインカーはこの下半分だけが光るんですね。はい。バックフォークとかってあります？あ、バックフォークここか。ここですね。あ、なるほど。え、土方さん、これバックってどこが光るんですか？一回エンジンかけていいですか？はい、お願いします。あ、バックここが光るんですね。そう。はあ。光る場所は狭い、小さいんですけど明るいんですよ。このサイズとは思えない明るさです。はあ。ありがとうございます、はい。ちょっと背景音聞いてみたいと思います。石橋さん、お願いします。あと、そしたら中見ます。中ですね、はい、はい。ちょっとインテリアのチェックもしてみたいと思います。はい、はい、でもうさっき開けちゃいましたけど。そうですね、はい、なんといってもこの特徴的なドアですよね。はい、はい、ここに、はい、この、はい、このボタンが もはや棒というかバーになってる。はい、はい、まあ、スイッチがついてます。ちっちゃくボタン、ちっちゃいスイッチです、はい、カメラさん、これいけますか。ここですね、はい、このボタンです。ここを押していただくことによって、ロッカー解除すると、はい、開きます。で、これダンパーがついてるんで割とふわっと上がる。そうですね、はい。ディヘドラルドアですよね、これ。何ですか？ディヘドラルドアっていうの、はい、そうです、そうです、はいはい、通称はバタフライドア。よく知ってますね、はいはい、あのテレビの人で勉強しました、はい、そうですか。だから結構こう幅取るんで、はい、横は結構開いてないとドア、ね、厳しいかもしれないですね。あと高さもある程度、はい、こうシザースみたいにこう前に上がるとかじゃないんで。そうですね、割とこう横に広がって開くんで。そうです、そうです、はい、割とスペースは必要かなっていう、うん、はい、意外と乗り降りはしやすいんですけどね。ドアも開口部も広い。そうですね、ドアもね。なるほど、すごいっすね、これドアもこんなになって、うん、ここはだからちょうどそのサイドシルのところに。そうですね、乗っかるわけですよね、はい。これボタンが、これがトランク開けるボタン、ボンネット、あの、エンジンフードですね。エンジンフード開ける、はい、ちっちゃく開くところ、うん、これなんですか、これ。これケインボイス装置、セキュリティ の, あのオフですね。ああ、なるほど。日中とかで鳴らないように。そうです、はい、はいはい、その時にオフ、カットオフスイッチがついてます、はい。で、あとはオーディオも。そうですね、はい、
バワーズ&ウィルキンスです、はいはい、僕乗っちゃってもいいですか。もちろん、はい、ありがとうございます。毎回恒例乗ってみるっていう、はいはい、これすごいっすね。めっちゃ低いっすね、はいはい、うわ乗り方これで合ってます。合ってますね。大丈夫です。うわすごい。ちょっと椅子ちょっと待ってください。あ、多分あの分からないと思うので、はい、助手席もあります。はい、あ、これか。 ありました。あ、違いました伝えづらいんですけど、このちょうどこっち側、はい、こっち側にボタンが。そうなんですよ。そして見えないからこう割と手探りでこう、そうで触る感じですか、ね、はい、になっちゃいます。なるほど、はい、あとはこの高さだったり、もうなんかシートはもうザ・スポーツカーっていう、はい、ホールド性の高い、しっかり、うん、で、これシート、パワーシートは前後ろと何ができるんですか。これあと高さ調整もできます。あ、そうなんですね。はい、ああ、結構上がるっすね。上がります、上がります。あとここも、あ、リクライニングも全部パワーなんですね。そうです。あ、本当だ本当だ。あ、意外にこれでも触るとこうシートの形になってるから、メルセデスみたいに分かりやすいです。で、ステアリングはこのしっとりなこのレザーの、なんかね、ナッパレザーみたいなちょっと薄めの、うん、はい、でもすごくいいですよね、はい、質感が。でハンドルめちゃくちゃシンプルですね。はい、すごくシンプル。なんか最近あのポルシェとかフェラーリとかって結構にぎやかじゃないですか、ハンドル、はい、けどなんか本当に余計なものがついてないっていう。でパドルがついてて、はい、あ、パドルもしかもこれあれなんですね、シーソーになってて。はい、そうなんですよ、はあ、だからなんとなくこうしてた特徴的というか、ほら、ほら、だからあの何でしたっけ、フェラーリとかの癖でこうバックに入れるときこう、うん、両方引くっていうのが、うん、できないんですね。できないですね。ワイパーと、はい、ライト、ライト、なんかこの辺本当にめちゃくちゃシンプルですね。そうですね。あと下はこれなんですか。これが、はい、こちらが、メニューですね。あのメーター内のメニュー、はい、を呼び出せます。操作の、え、すごくシンプルですね。すごくシンプルです。だからあのメーターとかも使い慣れてしまうと本当に全然違和感ないと思います。あの楽ですよね、はいはいはい、シンプルなんで分かりやすいと思います。でこっちがクルーズコントロール。そうです、クルーズコントロールですね、はい。でエアバッグこの真ん中もしっかりカーボンの、はい、になってます。はい、マクラレンのマークもついて、でエアコンの吹き出しなんかももう、はい、めちゃくちゃシンプルですね。なんかそうですね。へー。でツイーターがついて、はい、これなんか持って喋れそうなマイクですか、はい、一曲歌いたくなるような、はいはい、これも真ん中のセンタースピーカー。そうですね、はい、こうミラーとかもなんか、うん、ルーム、あ、はあ、はいこうカチってやつじゃないんです。そうなんです。こうなんか最近の iPhone のホームボタンみたいな、はい、あ、そんな感じですね。なんとなくなんかこう押した感じがあんまりない、はい、こう。そうです。あ、なるほど。何これ、アルカンですか。そうですね、アルカンですね。バックスキンみたいな、はい、アルカンです。でバニティミラーもついてて、はい、あ、ライトとかないんですね。これシンプルですよね。ないですね。でサイドブレーキは、あ、ここはもう変わらずなんですね。やっぱり押す、引く、はい、これハンドルの、あ、ハンドルの高さ調整もこっちがついてるんですね。はい、反対側にレバーが、うん、あー、なるほど。結構出ますね、うん。わわわわわ、すごい。スポーツカーなんでね、はい、結構出ますね。でライトのオンオフはこっちで。そうです、はい、オートとスモールバックフォグ。そうです。でハイビームウインカーはこっちですね。そうです、そうです。なるほど。あ、やっぱりこう3回はついてるんですね、うん、はい。なんでこの辺は基本的にベーシックな感じなんで、すごく難しいっていうところはないと思います。あと押収者の一通りの使い方が分かってれば。そうです、全然戸惑うことない、まあ、全くないと思います。でびっくりするぐらいシンプルですね。すごくシンプルですよね。あとはもうこちらですね。これはナビになってる。そうなんですよ、はい、iPhone のなんだっけ、あの大きいやつ、マックス、マックスみたいな。そうですね、サイズ的にもそのぐらいですか。うん、そのぐらいだと思います。わ、この辺もだってもう信じられないぐらいシンプルなんですけど。そうです、はい、いやもう極めて分かりやすいと思いますよ、はい、一応タッチもなってるんですよね。どう、あ、そうです、なってますね、はい。あとはここで、まあ、正直でもナビに関してはそんなにすごくこう優秀かっていうと、ちょっとこう、そうですね、レスポンスに関してもちょっとワンテンポ、うん、あ、なるほど、はい、まあ、必要にして十分なこう、うん、そうですね、情報量が得られて操作もしやすい、はい、そうです。で、エアコンも全部、そうなんですよ。だってエアコンの表示がメットかぶってますよ。だって、はい、かっこいいですね、は
はい、でこの温度調整と風量調整と、はい、そうです。あとシートヒーターですね。あ、シートヒーターもついてるんですね。はい、ついてますね、これですね。で、あとは、うん、こっち側は、うん、はい、エンジンのスタートボタン。エンジンのスタート、はい、使い方はもう全く一緒ですね。あ、もう全く一緒です、はい、そうです。基本で押せば、はい、エンジンからスタートすると、はい、かけてみていいですか。はい、いいですよ。わー、はい、すごい、すごいですね。でもう一回押せば止まると。そうです。あ、これモードの切り替え。そう、モードの切り替えなんですけど、はい、このモードを効かせるためにアクティブ、はい、ローンチ、そう、はい、アイドリングストップオフ、はい、はい、でこれがフロントのトランクフード。あ、トランクも、あ、トランクここで開けられる。そう、開けられます。で、これでも開けられますね、はい、でこれドアロックの。そうです。開けたり閉めたり、はい、はい、で基本的にミッションマニュアルモードっていうのはこのドライブモードで、はい、まあ、D 普通に走っていただいて、はい、あとパドルで感じになりますね、はい、でバックするときはバック。そうです、はい、止めるときはニュートラルでサイドブレーキ。そうです、はい、でハザードもこうついてる。そうですね。もうなんかここの幅とかってもう本当に軽自動車ぐらいしか。本当ですね、うん、助手席の人とめっちゃ近いですよね。めっちゃ近いです、はい、これお姉ちゃん乗せるのに最強じゃないですか。だと思いますね。残念ながらツッチーと僕で乗ってるんでちょっと暑苦しいんですけど、はいはいはい、おじさん2人が。そうなんですよ、はい、で肘掛けの中は、はい、USB3 つもついてるんです。そうですね。あとは AUX の入力と、はい、シガーソケットがついてます、うん、これがハゼンドが入ってますけど、ドリンクホルダーになってるんですね。一応1個ついてる。小物入れと。そうです。けどここはドリンク置けない感じですか。うーん、ちょっときついっすね。きついような気がしますね。携帯ぐらい。そうですね。こうコンパクトにギュッと詰まってて、詰まってる感じですね。シンプルで使いやすい。そうです。余計なものついてない、はい、はい。ちょっとじゃあもう後ろシートの後ろに本当にちょっと小物を置けるぐらい。そうですね。でも、うん、あるのとないのとは大違いなんで、これすごく便利ですよ。バッグが置けるし、ちょっとしたものぐらいだったら。そう、バッグと、まあ、一人コートは置けるか置けないか、あとはボンネットですよね。トランク。そうですね、はい。ちょっとそしたらトランクもちょっと見てみたいと思います、はい、トランク深いっすね。深いですね。深さが意外と容量はあるので、はいはい、荷物は意外入りますね。大きめのバッグ1個ぐらい全然あ全然入ります、はいはい、ちょっとスーツケースとかちょっときついですけど。そうですね。スーツケースは小さめのスーツケース1個になっちゃいますけど、はい、でしっかりこうシガーと、あとこちら、そこなんですか。ウォッシャーですね。あ、そこウォッシャーなんですね、はい、ここに。あ、なるほど。パワーステオイルと、はい、ウォッシャー入れる、水入れるところですね。あ、こっちパワーステですね。はい、そっちはブレーキじゃないですか。あ、ブレーキか。そう。あ、そうっすね。はい、最後に、うん、毎回聞いてるんですけど、はいはい、これ例えば、はい、手を加えるとすればどんなことしましょう、うん、はい、いや、なんか難しくないですか。あ、まあ、いじった車なんで。そうなんですよ。さらにいじるとかっていうよりかは、うん、なんかここやっといた方がいいよとかっていうのあれば。やっぱり最近いろんな、ニュースでも出るように、はい、やっぱり車が車ですから、はい、ドライブレコーダーは必須でしょうね。ああ、なるほど、うん、やっぱりこれノーマルの車から仕上げたやつなんで、うん、ドライブレコーダーがついてない。そうなんですよ。まだついてないので、はい、ドライブレコーダーはもう必須ですね、はい。 その辺は言ってもらえば納車の時に。もちろんです。プラスして取り付けっていうのできます、ね。はい、そうですね、はい。あとは土方さんがこうマクラーレンいろいろ売ってきた中で、 はい、ここはこれやっといた方がいいよみたいな。私がちょっと気になるのは、はい、こうドア開けた時、はい、この辺の飛び石が結構。そうなんですね。そうなんですよ。マクラーレンあるあるある。そうなんですよ。 なので、はい、これは今回カーボンのエアロパートついちゃってるんですけど、はい、車見るとここ意外と汚れてたり、飛び石もらってたりするので、綺麗な状態の車、当然うち綺麗な状態の車を仕入れてますが、あの5の車前にプロテクションフィルム貼ったりとかっていうことも。そうですね。この部分だけであればそんなに金額的にもいかないと思います。あとはご要望によってはこの辺、このパネルとかっていうのも追加で。マクラーレンならではというか、まあ、そうですね、傷がつきやすい部分はあらかじめ貼っとくのがおすすめです。貼っとくのがおすすめですね。特に今回ちょっとカーボンでこう、はい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 、かっこよく仕上がってるんで。なるほど。特にドアなんかこう開けて見えちゃいますからね。そうなんですよ、はい、この上に開くドアなんでここが見えてしまいますから、この辺をガードしとくのがおすすめです、ね、おすすめですね。綺麗に仕上げておくのがいいと思います。はい、はい、というわけで今回は、ボンドカーズ東京よりオートサロンにも出展させていただいたマクラーレン 570S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。